この物語はリーチ・ロイ・ナガキによって作成され、池上良一によって挿絵が描かれ、ビッグ・カミック・スピリアー氏に登場して以来、世界中の何百万人もの人々の注目を集めてきました。この作品は、創造性と決断の組み合わせにより、読者を挑戦的で革新的な冒険に引き込んでいます。この物語は、自己中心的で野心的な男春を中心に展開され、彼は常にお金を稼ぎ、 成功を収める方法を探しています。彼の旅の中で、彼はテクノロジーとコンピューターに情熱を持つが、ビジネスの経験が不足している男学と出会います。彼らは大きな夢を実現するために協力することを決意します。1000億ドルを稼ぐこと。創造性と決意の組み合わせにより、ハルとガクは挑戦的なビジネスの旅を始めました。新しいアイデアの開発から、ゼロからビジネスを構築するまで、 彼らは多くの困難や試練に直面しましたしたかし、知恵、忍耐、お互いへの信頼により、彼らは目標に近づくためのあらゆる障害を乗り越えました。この物語の成功は、小さなスクリーンでも再現され、テレビドラマ「トリリオンゲーム」が昨年7月に放送され、日本の才能ある俳優である目黒蓮と佐野勇人が春とガクの役を演じました。監督は村尾義昭、脚本は羽原大介が手掛け、 こののドラマは視聴者の注目と愛情を集めました。そして今テレビアニメ版の準備が進行中であるという発表があり世界中の人々が春とガクが再び登場し彼らのソハラ冬の明るい朝青い光線が白い雲の後ろに徐々に隠れ始めるとき「億万ドルのゲーム」という有名なテレビドラマが映画作品に転換されることが決定され期待に満ちた映画として公開されることが広まりました。 それは、風がソーシャルメディアのあらゆる隅々に吹き抜けるように広がりました。物語の主要キャラクターを演じる目黒蓮と佐野優斗の2人の主要キャストの復帰とともに、ファンの心は喜びに満ちています。公式の発表は、映画の公式 Twitter ーページで行われ、オンラインコミュニティを騒がせました。新しい氏名、一重引用婦億万ドルのゲーム一重引用婦の映画版が正式に発表されました、というメッセージが掲載され、 映画の歴史における重要な節目となりました。最も強力なカップル、要求される男とコンピューターに情熱を持つ女性が戻ってきますという約束は、待ち望まれる新しい冒険を予感させます。興奮の波に乗り、称賛の言葉や祝福の言葉がソーシャルメディアプラットフォーム上を川のように流れ続けました。映画の中での目黒と佐野の絆は、多くの人に知られ、期待されています。 彼らが再び一緒にいるのを見ることができる、というファンの一人がツイッターで書きました。長く待っていました、本当に嬉しいニュースです。これらの興奮したコメントは、あたかも花が至るところで咲き乱れるように、空気をさらに活気づけました。映画の公開日を待ち望む気持ちは、ますます高まっています。バズリズムゼロ人の日本テレビでの出演中、16日夜、人気のある音楽グループ。 スノーマンが彼らのスキンケアについて共有しましまたグループのスキンケアの専門家として知られるメンバー、渡辺翔太は、自身の滑らかな肌の秘訣を明かすと微笑みました。これは私たちの職業の特権です。他人が見ていること。他人が私たちを見るだけで、自分自身が美しいと感じます。だから、何も参考になりませんと彼は言います。 みんな美容液を使っているでしょうと聞かれたとき、彼は断固として答えました。その通りです。彼は自分のファンを、私の肌の栄養素と呼びました。一方、ラウールは、吹き出物ができたり、肌が乾燥すると、いつも渡辺君に相談します。そして彼はいつも適切なレーザーの種類を教えてくれます。みんなが美容液について話しているとき、実は私は皮膚科によく通っていました。と彼は明かし みんなを笑わせました今田美桜とは、炎上したのに、点々ドットスノーマン目黒連、川口春菜との密着写真、公開もファンが生還できたわけ、朝女週刊ベスト、第2。2025年度上半期放送の NHK 超ドラアンパンの主人公に決まるなど、仕事が波にますます波に乗っている今田美桜。そんな彼女だからこそ、これ以上幸せになってもらっては困る、なんていう心理も働くのだろうか。 映画やドラマで共演したスノーマン・メグロレンのファンがいまだに厳しい目を向けまくっている。ところが、同じようにツーショットを披露した相手でも川口春奈の場合は全く違うようで。2月13日配信。2月8日、スノーマン・メグロレンと今田美桜の出演した映画、私の幸せな結婚が公式、X を更新。同日に開催されたエランドル賞のオフショットを掲載した。 映画作品で活躍した俳優に贈られる今年のエランドル賞では、目黒と今田が新人賞を受賞しました。これを受け、ワタコンの公式、エイクスは、目黒連さん、今田美穂さんを二人揃っての受賞おめでとうございますと祝福し、二人が仲良く並んでいる2ショットを掲載しました芸能記者。そんな目黒と今田といえば、昨年共演ドラマ、トリリオンゲーム、TBS 系のオフショットが公式インスタグラムにアップされた際、目黒ファンから、 2人の距離が近すぎると指摘され、炎上状態となった。その件が影響したのか、今だは今回の2ショットで目黒と一定の距離を保っており、ネットで、あの炎上で懲りたのかな、プロだね、と感心する声が上がっている。また、同じ日に撮影された目黒と川口春奈の2ショットにも、一部で注目が集まったという。今年のエランドール賞には、2022年放送のドラマ、 サイレントフジテレビ系で目黒と共演した川口春奈がプレゼンターとして登壇しました。その後、サイレントの公式、x は目黒と川口の2ショットをアップすることに。この時二人はお互いの腕が密着しているかのような近い距離だったのですが、昨年の未だのように炎上することはありませんでした。川口といえば、格闘家八千代介との交際がたびたび週刊誌に報じられています。そのため、 ファンの間では、川口さんには格闘家がいるから、という声が上がっており、目黒と熱愛関係に発展する可能性は低いと考えているのでしょう、全室芸能記者。一方でいまだは過去、密着番組、セブンルール・富士系にて、学生時代はずっと彼氏いました、と、肉食発言をして話題となった。それだけに目黒との関係を心配してしまうファンも多いのかもしれない。